いつの日か叶えたいこと？そうだな。本当はね、叶えたい夢があったんです。今もその気持ちがなくなったわけじゃないけど、少し気持ちが変わってきたみたい。小鳥はお洋服をデザインするのが好きだから、いつの日か小鳥デザインのお洋服でファッションショーをできたらいいなって思ってたんだ。でも今はミューズのみんながいないと寂しいなって思っちゃう。みんながいないファッションショーだったら今はやらなくてもいいかなって。ミューズのみんなと一緒にステージに上がることが今の小鳥にとって一番幸せなことだから。それにステージに上がるときは小鳥が作った衣装をみんなが着てくれるしだからとっても幸せだから、今いつの日か叶えたいことはありません。ちゃんとした答えになってない？じゃあ当分答えは保留でお願いします。